こんにちは、シンガーソングライターの流れ剛です。第22回の流れの歌ちゃんをお送りします。今日は前回までは、マイマイクの話を3回ばかりしましたけど、久しぶりにですね、歌の、ハンジナというね、結構もう今売れてますね、ハンジナさんの窓を今日は歌うんですけど、そのことに関して、いろいろちょっと、話したいことがあるんですね。僕が月例歌謡選手権をね100回ちょっとやってた当時に、よく審査員でお世話になってた国京介さんですね、確か作詞家協会の会長さんかなんかなってるんですね。最近福田光平さんのね、なんとかセミシグリでしたよねあれでまた一躍売れまして、もともとこの先生の代表曲といったら、いよいよ日吉みみさんの男と女のお話とか、それから、新沼謙治さんの、津軽何でしたっけ、有名な曲があるんですよね。それは代表曲ですごく知られてるんですけど、それにまたね、福田光平さんの曲も加わって、最近またなんかギャラが高くなったなんて威張ってましたけど、僕はメールをずっと先生と仲間でやってまして、くにちゃん、べんちゃんという間柄でやってたんですけど、ある時、今度は九段のホテルで作詞家協会の会合があるから、流さんもちょっとそういう時に顔出した方がいいよって言われて、ああそうですかって、ちょっと俺には合わないと思うんだけど、行ったんですよね。そしたら本当に何百人も業界の方がおられて、でその時ちょっとベンちゃん、僕ベンちゃんって言われたんです。その時ベンちゃんちょっとおいでって言われて、ちょっと紹介したい人がいるって言うんだよね。君のところの近くに女性の作詞家がいるんだよ、紹介するからって言って、その時紹介された先生が、佐川敦子さんなんですよね。後々ハンジナの窓とか扉の作詞をした人なんですけど、そういう、きっかけで、知り合いになってたんですけど、当時、僕の家門歌謡学院というのをやってまして、先生が4人ぐらいいたんですよね。そのうちの一人に坂健介さんという先生がいて、ここに写真がありますね。その先生が僕に、マスターの誰か女の作詞家知らないって言われて、一人知ってますよって、それで紹介したんです、ね。でその時にその健介さんが、いや僕の事務所に結構面白い韓国の子がいるんだよって、そうですかって、でその佐川先生をその坂先生に会わせたんですね、この僕のお店で。で二人がすぐ意気投合して曲を何曲か作ったんですけど、その中の一つが窓なんですよ。はい、ここに今その窓のレコーディングの時の写真がここにありますね。真ん中の可愛子ちゃんが、今から十何年前のハンジナです。それでハンジナとも僕も結構親しくしてまして、要するにハンジナっていうのは結構その時のことをすごく、感謝してまして、窓のおかげで彼女はぐっと上昇したんですよね。それは僕にとってもすごく、嬉しいことで、ね、どうしても窓というとその時の話をしてみたくなるんです。一つの自慢話ですけどね。結構僕ね、今有名な歌手のまだ有名でない頃の話たくさんあるんですよ。いろいろあるんです。それはまた後ほどね、話をしようと思ってますけど、ハンジナさんもね、その時は日本に来て13年だった。今もあれからまた17年経つからね、
この間あったけど、やっぱりそれなりにちょっと老けてましたね、もうね。だけど、まあいいとこ、あの可愛い子ですよね、ハンジナ。まあ、応援してほしいですね、ハンジナね。はい、そういうお話でした。今日の、お友達コーナーはね、中野さんっておっしゃって、石原裕次郎の赤いハンカチを歌っていただきます。とても紳士です。はい、聞いてみましょう。ありがとうございました。中野さんという方はね、とても、さっきも言いましたけど、人柄のいい方で、奥様と僕仲がいいんですよね。奥様がいつも僕のやってる発表会に来てくれて、時々、この方も、まあ、奥さんのことが心配なんでしょうね。時々来て歌ってくれます。はい。とてもいい方です。ありがとうございました。はい、それでは、僕のね、ハンジナの窓を聞いてください。よろしくです。最後のタオルもみ消してあなたは部屋を出て行った無駄にすがることもできず泣いてた誰より誰より愛したはずよ訳を聞かせてなぜよなぜ置き去り手を振る窓にいつも見た朝は来ないのね見送る背中もう二度と戻らないあなたのこと何もかも分かっていると思ってた肌を寄せて指を絡め眠った
やるよ。壊れた心が見えずにいたわ。できることなら時を巻き戻したい。見慣れた窓に気がつけばいつか日は落ちて大事な愛と優しさをなくしたばかり。誰より誰より愛したはずよ。わけを聞かせて、なぜよなぜ置き去りに手を振る窓に、いつも見た朝は来ないのよね。見送る背中、もう二度と戻らないのね。戻らないのね。はい、窓を聞いていただきました。次回第23回は、島和彦さんの雨の夜あなたは帰る、これに挑戦したいと思います。ありがとうございました。